こんにちは、りっくんです。こんにちは。今回はりっくんのトレインクラッシュの後で紹介やっていきます。はい。で、このレジェンを押すとリモシー、モンストトレインですね。あと通称ティモシーという名前です。ゼロ番の機械です。トーマスとそっくりさんだから、うん、意外と仲良くできそうだけど、凶悪。これ一緒に乗れるかな。あ、漏れちゃう。ほい。というわけで走っていきましょう。はい、乗せて。あ、ダメだ、巻き込まれる。あ、来てるね。あ、来てる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 。あ、来てる来てる。あっていうことがあります。あっていうことがあります。ガイダーつけようかな、ここに。ちょっとね、まだね、直射がついてないから、うん、動力の調整は、うん、多分最終的なところでやった方がいいかなっていう気がする。中に橋があるんだよね。うん、入ってる。じゃあこっちで待ってるね。感じだよ。来たっていう感じだよ。落ちてった。そしてこれが出口。出口はどこだっけ。あ、こっちか。光ってるところがね、出口になってます。ここはまだね、客車もついてないから、まだ更新されるのかな？うん。そして次の変更点。うん。パーシーの海に落ちるやつが追加された。どうやって行くのかな？カフェの横のとこだ。うん。これ、後ろの貨車に乗ってください。これです。機関車じゃなくて、貨車の方に。そしてこう走っていきます。おー、来た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 。あ、貨車も来た。ダルスローズ、ダルストロード。バックしてこうすることができます。行ってきます。うわ、来る。来たバルストロードどっか行っちゃってバルストロード、バルストロードレジェンに入ってなかったかも。あ、ちなみにこれも自作の機関車です。パーシーもティモシーも、うん、うん、ティモシーはね、ほとんどトーマスと一緒って感じだったかな。パーシーがちょっとね、厄介だったかな。うん。シュレン棒と連結棒とっていうのを初めて作ったので、うん、そしてカフェの上にパーシーの原型モデル。ああ、そうだね。そうだね、これね、棒があって、連結棒があって、ね、初めてこのタイプ作ったかな。うん、うん、カフェ何にもなし。カフェも変更点なしだね。まだちょっと飲み物出てきたりしますよ、うん、そうだそうだ、りっくんさ、うん、前回前々回とね、ちょっとね、うん、来てくれる人が多くて、サーバーのサイズ5人までにしてたんだけど10人までにしました。なんかみんなで入れた方が楽しいのかなと思って、そこが変わったとこですかね。あとね、もうね、1000訪問数超えてた。いつの間にやら。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。リクリクリクンがリクに乗っかってる。あ、乗っかった。あ、今後ドリンク通路を作りますってなってる。頑張んなきゃ。うん、あ、あとりっくん、今週の公開日、今週
10月19日土曜日、10月20日日曜日に公開しますというわけです。うん、今回はね、いろんな人に来てもらえてるので、あれれれれたくさんの人に来てもらえてるので、ちょっと土日で公開してみようかなと思っています。さっきのってノークリップ、よかったら遊びに来てください。ノークリップ状態だ。バックルームのボイド通るノークリップになった。あ、あとそうだ、ここにね、行き先にハーバーができてて、ここからパーシーのとこ行けるの。うん、あれ、なんかジェームス、ジェームスどうしたの？自分がやった。どうしてここまで来れたの？なんかバックしてたらできたすごい。りくんです。で、ティモシーももう少し出来上がってきたらここに追加しようかな。着車を。まだ見つけてもらえるかなって感じです。客車つけたらね、多分このぐらいの出力が必要になるから。結構脱線するからガイダーが必要かな。これもね、一応ついてるんだから、透明のやつが。坂を登るのも、カーブも初めてのチャレンジじゃない？うん、確かに、ね、そうだよね。というわけで今回はここまで。通常ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。通常ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、バイバーイ。バイバーイ。